カール・マリア・ビリグートは、ナチス・ドイツの親衛隊員。独特な神秘主義とオカルトを信仰し、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーから絶大な信任を得て、彼及び親衛隊の宗教思想に大きな影響を与えたとされる。ヒムラーのラスプーチンの異名を取る。オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれる。ローマ・カトリック教会の洗礼を受けた。17歳の時に、 オーストリア軍に徴兵された。不評部隊に配属され、1888年に中尉に昇進した。1889年に、ンフリーメイソン団体、シュララフィアロージェに参加。1903年には、ローブザムの、1906年に結婚して3人の子供を授かったが、このうち男児は創生している。1908年には、ネウン・エボデ・テゴッツを出版。 ここで初めて自分がイルミン教なる古代宗教の継承者であることを主張し出した。第一次世界大戦中には南部や東部戦線に従軍。1917年8月1日には大座に昇進。まもなく前線勤務を離れてレンベルク近くの療養収容所の司令官となった。第一次世界大戦敗戦後の1919 19年1月1日に軍を退職した。 40年にも及ぶ軍隊生活であった。その後はザルツブルク近くのモルツクに移り、ここでオカルト研究に没頭した。また新聞、デアイセンベセンを発行した。暗黒の力の陰謀が世界中にあると確信して、反ユダヤ主義、反フリーメイソン、反カトリック教会の思想をばらまくようになった。妻は彼の奇妙な思想にはついていけず、 精神病院への入院を進めた。1924年11月29日に警察に逮捕されたのを機に、ビリグートは実際に数年間精神病院で過ごすこととなった。ビリグートの医療記録には、妻に殺すと言って脅迫することを含む家庭内暴力の傾向、変人行動、オカルトへの興味などが特筆されている。病院から 統合失調症と古代妄想を診断された。ザルツブルクの法廷からも責任能力なしと断定され、1927年から1932年までザルツブルクの精神病院で過ごした。妻とは離婚し、家族とも縁を切ってドイツのミュンヘンへと移住していった。ヒトラー政権成立後の1933年9月に新英体全国指導者、 ハインリヒヒムラーと知り合い、彼に気に入られて、北方人種文化政治協会のメンバーに招かれた。さらに新英隊にも入隊。この際になぜか、カールマリア・バイストールという偽名で入隊している。新英隊人種及び移住本部の先史学部長に任じられた。1934年4月には、新英隊大佐の階級が与えられた。 1934年10月にルシャ・エート部の部長となった。11月には新衛隊上級大佐に昇進。1935年春にベルリンへ移動し、カール・ボルフが長官を務める新衛隊全国指導者個人幕僚部に配属されてヒムラーの個人スタッフの一人となった。1936年9月に新衛隊少将に昇進。 ベベルスブルク城1934年には世界の中心という偶話のある古城、ベベルスブルク城を新衛隊で購入して建て直すようヒムラーに進めた。以降新衛隊はこの城でビリグートのイルミン教の宗教観念に基づく怪しげな魔術の儀式を執り行うようになった。新衛隊員の結婚式もこの城で頻繁に行われるようになり、ビリグートは 被災のような役割を果たしていた。1937年1月4日には、ビリングートの上司のカール・ボルフの長男もここで洗礼を受けている。一方、グイド・フォン・リストの起こした民族主義的なゲルマンイ教思想、ボータニズムとは似た思想でありながら敵視していた。ビリングートはヒムラに求めて、ボータニズムの信者たちを次々とナチス強制収容所へ送らせている。 また、ボータニズムが提唱する、アルマネンルーンに対抗して、ビリングートルーンを喪失した。ビリングートのボータニズム歴死の理由については、下記のイルミン教の項目を参照のこと。アーネン・エルベの初代長官、ヘルマン・ビルトは、ビリングートにいい印象を持っていなかった。彼のことを、猛録したアルコール中毒者、グイド・フォン、リストの泥棒と酷評して敵対した。しかし、 ヒムラーのビリグートへの信任は厚く、1937年にヒムラーはビルトを長官の地位から下ろした。しかし、オーストリア併合後の1938年10月、オーストリアでのビリグートの経歴、すなわち精神病院入院の過去がボルフに漏れ、彼は直ちにヒムラーにこれを報告した。しかもちょうどこの頃、ビリグートはヒムラーの側近の女性に、 新衛隊全国指導者は私の子供が欲しいそうだ。つまり私と貴女の子供だ。貴女は大変に名誉あるご指名を受けたのだなどと言って関係を迫っていた。彼女からの抗議を受けたヒムラーは怒り、これによりビリグートは完全に彼の信任を失った。1939年8月28日にビリグートは高齢や病を理由に新衛隊から除退させられた。 彼と完全に手を切りたがっていたヒムラーは、ドクロリングや長剣、探検などの親衛隊員の装飾品の返却を求めたが、ビリグートは最後の連帯の証だとして拒否し、自分のものにしてしまった。この後勃発した第二次世界大戦中には、アウフキルヒエン、1940年からゴスラー、1943年からベルタ湖で暮らした。戦後は、 バルター湖近くの西予藩の難民キャンプで生活したが、脳出血に苦しんだ。この後ザルツブルクへ戻る許可を得た。しかしすぐに、ヘッセン州のアロルゼンへと移住した。1946年1月3日に、ここで死去している。彼の墓石には、私たちの人生は無駄なおしゃべりのように過ぎ去ると、刻まれている。ビリングーとは、自分が霊的な力を持っていて、 自分の先祖の記憶にアクセスできると主張していたが、その記憶によると、イルミン教こそが、ドイツ民族の本来の民族宗教であるという。そしてその神は、クリストであり、後に、キリスト教がそれを登用して、クリストを作り出したのだという。さらに、ドイツ民族の歴史は、紀元前22万8000年に遡るという。この時代太陽は3つあり、地球には、 巨人と小人、その他神話の生物が暮らしていたという。そして、紀元前12,500年前までは、ドイツ民族は、クリストのイルミン教の宗教を奉じていたという。しかしその後、ボタニズムの分離主義者たちが現れて、優勢になり、紀元前1200年に、コスターでボタニズムによって、イルミン教の信仰が破壊されてしまったのだという。イルミン教は、エクステルンシュタイネに、 新たな神殿を建てたが、紀元前460年にボタニズムがここも盗んでいったという。ビリグートの祖先はアース神族とバン神族が結合した氷の王であり、ドイツ帝国の中心としてビリニュスの街を作ったのだという。ここにはイルミン教の信仰が常に残っていたという。このイルミン教はビリグートの被害妄想にも使われた。彼と彼の家族は、 現在も続く、イルミン教迫害の犠牲者であるのだという。イルミン教迫害は現在ローマカトリック教会、ユダヤ人、フリーメイソンによって行われているという。第一次世界大戦の敗戦やハプスブルク家の、没落もすべてはこれらの者たちの陰謀であったという。ハンス、ユルゲンラング、ワイズ・シーア、ヒムラース、ラスプーチン・ウントザイ・ネールベン、1998? ページ31グッドリック、クラーク、ニコラス、ザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズム、2 0 0 P 百 P182 グッドリック、クラーク、ニコラス、ザ・オカルトルーツ・オブ・ナチズム、2 0 0 P 百 P181。ありがとうございます。